ますね。ここからが2章、交通の方法になります。では問いの13、渦に示すように2隻の航行中2隻の動力船が真向かいに行き合い、バツ印の付近で衝突する恐れがある時の航法として正しいものを次のうちのどれかということで、これですよね。まあこう A 書いちゃえばいいですよ。 A が右 B が右ということで、 A と B ともに右に転じる、これですね。3番です。問いの14、渦に示すように広い水域において A 線に追い越される、 B 線の航法として正しいものを次のうちのどれかということで、 B 線は保持線になるので、 B 線まっすぐ行くだけですね。進路速力保持ということで、進路と速力を保って航行する、 A に注意しながら A がどっちか、まあ、右か左から追い越してくるんでしょうね。進路速力を保って航行する、3番が正解です。次に問いの15、横切り線の航法において飛行線が保持線に対しやむを得ない場合に除いて取ってはならない動作は次のうちのどれか。飛行線、保持線に対し、あ、この人がやっちゃダメなことですよね。保持線は進路速力を保ってまっすぐ行くわけです。ということは、まず1番から進路を左に転じる、まあ転じた後こう行くんでしょうね。これはいいんじゃないですか、避けてるので。船尾方向を横切る、まあ、あ、これはいいですよね。船尾方向を横切る、いいですよね。バツを探すので、船首方向を横切る、これはやっちゃダメですよ。機関を更新にかける、これも避けることはできますから、飛行船は避けなければいけない船なので、避けない動作がダメということで、答えは取ってはならない動作なので、括弧の3、船首方向を横切ることが取ってはならない動作になります。答えは3番。では問いの16、飛行船および保持船の航法について述べた次の文の次の A と B の整合を判断し、下のうちから当てはまるものを選べ。括弧の1、飛行船は他の船と衝突を避けるための進路または速力の変更を行う場合は、できる限りその変更を他の船がはっきり認めることができるように大幅に行わなければならない。これ正しいですね。私避けてますよって、大げさに行ってくださいって。括弧の B、保持船は飛行船が衝突を避けるために十分な動作をとっていることについて疑いがあるときには、直ちに警告信号を行わなければならない。単語5回以上鳴らす警告信号を行わなければならない。これも教本に書いてありますね。ということは共に正しい、3番が正解です。では次、問いの17、渦に示すように航行中の、ここちょっと気をつけなきゃいけないですね、優先順位が入るので。渦に示すように航行中2隻の船舶が×印の付近で衝突する恐れがある時の航法として正しいものは次のうちのどれか。まあ、ここを注目ですね。運転不自由船に対し動力船、運転不自由船は優先順位が一番高いのでまっすぐ行くことができる、だから A が避けなければいけない、こんな感じで避ければいいんじゃないですか。ということは A が B を避ける、 B が A を避けるじゃなく A が B の進路を避ける、2番が正解です。では次、問いの18、他の船と衝突する恐れがあるかどうかを確かめることができない場合、どのように判断しなければならないか、次のうちから選べ。他の船舶と衝突する恐れがあるかどうかが確かめることができないということですよね。いや、これもう簡単で、衝突する恐れがあると判断して避けてしまえばいいんじゃないですか。避けてしまえばもう気にすることないですもんね。ということで、次船が保持船であるとか考えないで、次船が飛行船であるとかも考えないし、衝突する恐れはないももちろん考えないし、括弧の3、衝突する恐れがあると考えましょう。こちらが正解です。では問いの19、狭い水道等において A 線が B 線を追い越そうとする場合、 B 線の協力がなければ安全に追い越すことができないとき、A 線はどのような工法で B 線に追い越しの意図を示さなければならないか。ということで、
これはもう音ですね。定められた汽笛信号を行うが正解です。右から追い越したければ超音2回と単音1回鳴らすとか、左から追い越したければ超音2回と単音2回鳴らすとか、まあこういった追い越し信号っていうのが教科書にも載ってますので、答えは1番。では次、問いの20いきましょう。渦は夜間右舷側を見せて航行中のモーターボート長さ15メーターが表示している灯火を示したものである。図中のアおよびイの灯火の色の組み合わせとして正しいものは次のうちのどれか。あ、マストと白です。これ右が見えてるんで右舷と右が緑なので右緑ということは、アが白、はい、こことここ白、そして右は緑なんで緑、赤じゃないよってということは1番が正解。では問いの21、昼間昼間漁労に従事している船舶が表示しなければならない継承物は次のうちのどれか。漁労に従事している覚えてますか。3番が正解です。はい、では問いの22、船舶が遭難して救助を求める場合の信号として間違っているものは次のうちのどれか。括弧の1、無線電話によるメーデーという語の信号合ってますね。縦に上から国際信号書に定める U 機および W 機を表示することによる信号、これ NC 機ですね。だからこれ×ですね。3番は左右に伸ばした腕を繰り返しゆっくり上下させることによる信号あってますね。オレンジ色の煙を発することによる信号発煙信号ということで、答えは2番。では問いの23、校内における校内だか高速法ですね、校内における工法について述べた次の文のうち正しいものはどれか。括弧の1、航路を航行する船舶は航路外から航路に入ろうとする船舶の進路を避けなければいけない。航路外から航路に入ろうとする船舶の航路外から航路に入ろうとする船舶、いや避けなくていいですね、航路が優先ですね。航路外から避けなければならない、航路外から航路に入る避けなくていいですね、進路を避けなければならない。うん、避けなくていいですね。括弧の2、航路内で他の船と出会うとき右側を航行しなければ、まあこれですね、正しいものは。括弧の3、汽艇が防波堤の入り口付近で他の汽艇と出会う恐れのあるとき出航する規定は入航する規定の進路を避けなければいけない。出航する規定は入航する規定の進路を避けなければいけない。出航する規定は、これは逆ですね、入航する規定が出航する規定の進路を避けなければいけない、出る人が先ですからね。では括弧の4、防波堤の突端を左舷に見て航行するときできるだけこれによって航行しなければならない。これは右舷ですね、右舷に見て航行するとき、左舷に見ると左側通行になっちゃうので、海は右側通行なので右舷に見て航行するときに近づいてくださいということで、正しいものは2番になります。はい、次、問いの24、特定校内における行事または作業のうちあらかじめ校長の許可を受けて行えるものはどれか。まあ覚えてないとダメですね、これボート競技の実施、正解です。括弧の3です。はい、次、これも高速法ですよ。で次に海上交通安全法。問いの25、航路における一般的な工法として間違っているものは次のうちのどれか。括弧の1、航路をこれに沿って航行している巨大船は航路に入ろうとする漁労船等の進路を避けなければいけない。巨大船が漁労を避ける、これは間違ってますね。では括弧の2、長さ50メーター以上の船舶は定められた地点間を航行するときは航路を航行しなければならない。うん、正しいですね。航路によって12ノットを超える速力で航行してはならない区間が定められている、これも正しいです。航路を横断する場合はできる限り直角に近い角度で速やかに横断しなければならない、これも正しいですね。
ということで間違っているものは1番になります。では次に問いの26、河川や湖沼における船舶の交通ルールについて述べた次の文のうち間違っているものはどれかと。国土交通省が河川法に基づき船舶や通行方法を定めている水域はあります。地方自治体が条例に基づき船舶の通行を制限している水域もあります。地方自治体が条例に基づき航行する船舶の騒音を規制している水域があります。括弧の4、国土交通省が海上衝突予防法に基づき違反者の取り締まりを行っている水域がある。違反者の取り締まりを行うは警察ですからね、ここは河川法なんで。ということは間違っているものは4番になります。